ウルチマの鉄理はコミュニティのすべてのメンバーに成長のための平等な機会を提供することです。このアイデアに基づいて私たちはコミュニティ、つまり最低参入基準を備えた新しいDeFiルード性プールを作成しました。現在ユーザーが利用できるプールは2つあります。ウィッププールまたはレッドプール。その着手には数千ユーロのライセンスが必要です。コミュニティまたはグリーンプール、お金を稼ぎ始めるには110ユーロからのライセンスで十分です。グリーンプールはリソースが限られている人がウルチマとビジネスを開始する理想的な方法です。十分な量のリソースがありすぐに増やしたい場合はすぐにウィッププールで道を始めることをお勧めします。ではコミュニティプールはどのように機能するのでしょうか。ステップ1、コミュニティプールに参加するにはユーザーは110ユーロからの特別なユニティライセンスを購入する必要があります。ステップ2、スプリットコントラクトを締結し特別なユニティスプリットトークンを受け取ります。スプリットコントラクトの支払い後プールは自動的にウルチマトークンで満たされプール内で凍結されます。ステップ3、ユニティスプリットトークンをスマートウォレットに送金します。そして最後のステップ4、補修を定期的に求めることを忘れないでください。補修はコミュニティプールからのみウルチマトークンで支払われます。ウルチマ流動性プールはビットコインの主な制限問題であるコインマイニングコストの絶え間ない上昇を解決します。したがって仮想通貨市場の黎明期に家庭用コンピュータの所有者でもマイニングができたとしても、ここ数年収益性の高いマイニングを行うには設備に数千ドルを投資する必要があります。ウルティマは入場料を固定し世界中のほぼ誰でもアクセスできるようにします。新しいコミュニティプールは最初から参加して最大限のメリットを得て本物のウルティマクジラになれるユニークな機会です。